はい。おはようございます。この講義は離散数理工学です。で、担当の岡本です。ですね、もう一度チャットの方に書くんですけども、コメントスクリーンというのがありまして、こちらでコメントを投稿してもらうと、皆さんが見ている画面の上にコメントが流れると。思うので、ちょっと試してみてください。で、まあ、試しながら聞いていただきたいんですけども、ですね。あ、そうか、まず、この講義何をやるのかってことを、初めに、まあ、15分ぐらいですね、話をしていきたいと思います。この講義の主題は、3つの道具を使って、離散システム、離散システム、離散アルゴリズムの設計と解析に関する方法論を学習するということです。あ、音聞こえてますよね。大丈夫ですよね。で、その3つの道具っていうのは、数え上げ組み合わせ論と、離散代数と、離散確率論です。まあ、それぞれですね、そんなに深いことはやらなくて、まあ、基礎的ですね。なんかことしかやらないんですけども、まあ、それを使ってなんかやっていくということになります。で、キャッチフレーズがあって、離散数学を使う。皆さん今までこういろんな数学を勉強してきたかもしれなくて、まあ、それをどのように使うのかってことにあんまり視点が移らなかったかもしれませんけども、この講義はこの使うってことを、まあ、重要視するという形になります。で、まあ、数学使って何ができるのかってことをやっていきます。まあ、特に離散数学ですね。をやっていきます。で、達成目標があって、達成目標は3つですね。数え上げ組み合わせ論、離散代数、離散確率論における用語を正しく使うことができる。まず、用語をちゃんと使えるということですね。で、2つ目は、それらにおける典型的な論法を用いて証明ができる。まあ、証明できるようになってほしい。数学において証明をするっていうのは、まあ、数学だけじゃなくてですね、普通の生活において、皆さんがこう、社会で生きるってことですね。まあ、今現在皆さん社会で生きてるわけですけども、そこにおいていろんなことを証明するとかですね、その論理的に考えるってことは重要なんですね。で、そういうことをちゃんとできるようになるってことです。で、三つ目は、これらの道具を用いて、一番初めに言ったこの離散システムやアルゴリズムの設計を解析できるようになると。まあ、これができればかなり専門家に近づくので、まあ、それを目指していくと。あ、専門性を持つ人になることに近づいていくので、それを目指すということになります。で、ですね、典型的な問題を2つ紹介します。で、1つ目。このクラスの中に誕生日が同じ人は2人いますか？ってことをちょっと考える。で、今ですね、ズームミーティングにもこれ33人、私も含めているんですけども、ちょっと皆さんに、実際に、誕生日をですね、申告してもらいたいんですけども、ただ、ここで、コメントで書いてもらうのではなくて、フォームがあります。ちょっと今から、コピーしますけど、また、チャットを見てください。で、チャットで今、Google フォームのリンクを書いたので、ここに皆さん、で、ここで、これはアンケートで、これから誕生日を聞くことになってます。聞くアンケートになってます。で、答えていただくと、私の手元で集計できるようになってます。ので、ちょっと今から、このアンケートに答えてほしいというわけです。よろしくお願いします。で、後で集計して、まあ、どんな感じなのかってことは、お見せするんですけども、まあ、とりあえず今はこのアンケートに答えてください。どれかな？これか。ちょっと今、回答状況を私の手元で確認すると、まだ誰も、あ、今、あ、30人ぐらいも答えてくれてますね。今、31人になりましたね。はい。あ、32人、これもう全員答えましたね。どうしようかな。これにちょっと、じゃあ今、すぐ見えるかもしれないので、ちょっと待ってくださいね。あ、でも、まあ、時間取るのもあれなんで、後でやります。そうですね。で、これ、応用があって、まあ、その暗号に対する誕生日攻撃と言われるものとか、不可分散とかって話があります。まあ、これが、そういう二人がいる確率、どんなもんでしょうっていうのが、
まあ、よくある問題の、なんだろうな、数学的に行うことの一つなんですけども、まあ、これは後の方の講義でやります。で、典型的な問題にですね、全域積の数え上げっていうのがあります。まあ、全域積っていうのは何なのかってことを皆さんご存知だということを今ここで仮定してしまっているので、これいけないかもしれませんけども、まあ、まあ、ご存知だとして、頂点数 L の完全グラフに全域積はいくつあるか。今、ここに例がありますね。ですね、例えば、頂点数3の完全グラフっていうのは、こういう三角形のようなものなんですけども、全域積っていうのは連結で経路を含まないグラフのことです。で、この頂点数3の場合には、ここにあるような3つですね、の全域積があります。で、頂点数4の場合は、これ16ですね。16個あります。まあ、完全グラフ書くと、頂点数4のですね。まあ、こんな感じになってるわけですけど、ですね。16。で、まあ、頂点数2の完全グラフの場合は、まあ、それ自身が全域であって、それしかないので、まあ、完全域の数1なんですね。で、そうすると、まあ、頂点数に、そうか、これ書いてある。AN と、このいくつっていうのを、まあ、定義することにすると、この AN は1ですね。1個だけ。で、A3 は3、3つある。で、A4 は16。16か。ということになって、あ、まあ、この数列何なんでしょうと。これ、この数列どうやってこう続いていくんでしょうというのをまあ考えるんですね。まあ、あるいはその一般項は何でしょうということになります。これですね、割と古典的な話なんですけども、まあ、皆さんよく知らないかもしれないですね。で、まあ、これを、この数列は何なのかってことを解明する方法は、実は今となってはたくさん知られてるんですけども、この講義では、この線形代数を用いて数え上げっていう方法をご紹介します。だから線形代数を何に使うのかっていう側面は、いろいろとあるんですけども、この講義では、その数え上げに使うっていう話をしようと思います。はい。で、まあ、こういうようなことをやっていくんですけども、まあ、スケジュールを紹介すると、この講義初めに言ったように、その3つの道具を使うって話になっているので、その3つの道具に分かれた構成になっています。で、初めの4回は、まあ、数え上げ組み合わせ論の基礎の話をしていきます。で、その後3回ぐらいは、その離散代数の話というか、まあ、その線形代数を使って数え上げをするって話をします。まあ、そういう意味では、この前半の部分というのは数え上げの話になります。で、一応先に言っておくと、11月3日ですね。これは祝、もうこれから完全な祝日ですね。祝日なので、これお休みです。この講義、リアルタイムでやってるので、祝日はお休みになります。で、11月24日。は、これは、よくわかんないんですけど、学術歴に書いてあるので、調布祭片付けです。だからお休みになります。まあ、何を片付けるのかよくわかんないんですけども、今年の場合ね。わかんないんですけども、まあ、そういうふうに学術歴に書いてあるのでお休みです。で、これで前半で。で、後半なんですけど、後半は、この確率論、遺産確率論の話で構成されます。でですね、12月15日は、中間レポート出題って書いてありますけども、これは、講義のない日になります。だから皆さんにとっては、この日は休校です。休校、お休みです。お休みですけど、一応、Google クラスルーム、あるいはその講義ページにおいて、中間レポートが出題される日になります。どうでしょう、そのつもりでいてください。はい。で、2月2日はあるんですけど、一応予備になってます。何かあって遅れたりした場合には行う、授業を行うんですけども、そうじゃない場合は行わない、授業を行わない日になります。はい。いいでしょうか。で、もう10分も話しちまった。それでですね、この講義なんですけども、私が担当します。岡本です。岡本を担当します。で、TA の人がいて、この講義は。
大隅くんという人がいます。このズームの中にも、参加してもらってるので、私に聞きにくいとか、コメントスクリーンで質問しにくいとか、なんか聞きたいってことあるときには、例えばチャットでプライベートメッセージを送ってもらってもいいと思いますし、コメントスクリーンの質問に私が答えられない場合、見逃したりしてね、答えられない場合には、TA の大隅君が答えてくれます。はい。で、ですね、講義資料は、一応この講義、Google Classroom 使ってますけど、Google Classroom から、私のウェブページに、ただ単にリンクを貼ってるだけです。だから、このリンクのページに講義資料は置かれます。で、皆さん、手元に置いておきたいとか、自分で印刷したいとかっていう場合には、自分で、入手してください。私からなんかメールでお送りするとかってことはございません。で、資料は一応講義前日の夕方6時までにここに置かれることにします。ので、見に行ってもらえれば、その時間までには置かれているということになりますし、ここに置いたときには、クラスルームの、そういうストリームの方で連絡もします。はい。ですね。で、どんな資料があるかというと、まず、スライドです。スライドっていうのは今、このズームの画面でお見せしている、このスライドそのものです。それがあります。で、他にはですね、印刷用のスライドっていうのがあります。これは今お見せしているスライドを8枚1ページにして、まとめたものです。だから、印刷したものが欲しいっていう人は、これを印刷してもらうと、紙の節約になると思います。あとですね、演習問題っていうのがあって、これ後で説明します。演習問題は何なのか。あと、用語集っていうのもあります。用語集っていうのは、授業の中に出てきた用語の漢字の読みと、英語の大訳が書いてある紙です。紙というか、ファイルです。で、別にこの用語集っていうのは、授業で使うわけじゃないんですけども、皆さんの勉強のためだけに置いてあるものになります。はい。割とですね、皆さん漢字読めないんですよ、正しく。私も含めて、漢字正しく読めなかったりするので、指が書いてあります。特にですね、リアルタイムで出席しなかったり、出席というか、参加しなかったり、ビデオを見ない人、あるいはその私の発音が悪いせいで、その用語がどのように発音されるのかとか、読まれるのかってことを理解できない場合が多いです。で、その時には、用語集を見てもらって、どういうふうに読むものかってことを確認してください。授業の中では使いません。はい。で、授業の進め方、どうなってるか。今日はちょっと初めにガイダンスっぽい話をしてるので、これに当てはまりませんけども、普通の場合は85分ぐらい講義をします。こんな感じでですね。こんな感じっていうのは、ズームで行います。で、質問がある場合は、先ほど言ったコメントスクリーンで、コメント流してもらえれば、その質問に、できる限り対応します。ちょっと後から来たい人にも言うとですね、Google Classroom の方に、コメントスクリーンにアクセスする方法が書いてあるので、そのリンクを押してもらって、書いてもらえばコメントできます。で、次ですね、退出ってズームの、ミーティングから退出するときには、その前後に、この Google フォームで、コメントを提出してください。ですね、これちょっとちゃんと言っとかないといけないんですけども、これ出席を取ってるわけじゃなくて、なんだろうな、皆さんの、この授業の感想とか質問をただ単に集めるためだけに、このコメントを取ってます。出席しても0点です。出席点になりませんので、それは注意してください。で、ここでコメントいただくと、そのコメントとそれに対する回答が匿名で講義ページに掲載されます。ので、質問したもの、何らかの形で必ずお答えしますので、感想もお答えしますので、積極的に活かしてください。皆さん、授業1学期間受けてきて、最後に、マークシート、あるいは、今年度の前学期の場合は、オンラインで授業評価アンケートっていうのをやってる、あるいはやったと思うんですけども、それはですね、今皆さんがこの受けている講義自身を改善するのには役立ちません。それは当たり前で、講義全部終わった後にアンケートして意見を言ってるわけだから、その皆さんが受けているその授業そのものを改善することはできないわけです。
だから皆さんがこの受けてる授業そのもの、これ自身を改善したい場合は、ちゃんとこのですね、毎回コメントを言ってもらってですね、こういうふうにしてほしいとか、だからそのですね、感想とか質問だけじゃなくて、要望とかですね、文句とかですね、そういうものもどしどしいただければ嬉しいので、そういうことをすることによって、この皆さんが受けているこの講義自身を改善しようという気持ちでいてください。よろしくお願いします。オフィスアワーについては、ちょっと決まった時間を設けることが今ちょっとできないので、アポイントメントによるという形になります。なので、まあ、メールとかで、日時を決めて、それで、ズームとか何らかの形で、質問などにお答えする、あるいは、メールで質問いただいても構わないと思います。よろしくお願いします。ここまでいいですか？もう15分過ぎてしまったのですけども、まあ続けていきますが、私よくですね、話すのが早いと言われているので、で、今も早いなってことは十分認識しているんですけども、ペースはいいですか？まあ今は内容ないこと言っているので、別に構わないかもしれませんけど、今のところいいですか？良さそうですね。はい。じゃあ、ちょっと進めていって、まあ、進めていくと言っても、まだ、このガイダンス的な話なんですけども、先ほど言った、講義資料の中にある演習問題っていうものがあります。で、今日の演習問題見ていただくと、まあ、いくつかあって、で、線が引いてあって、前の方が復習問題、で、真ん中のあたり追加、補足問題、で、最後の方追加問題っていうふうになっていて、いろんな問題があるんですけども、復習問題と書いてあるのは、講義で取り上げた内容そのものを反復しているものです。だから、講義資料とか、講義のスライドとか、そのまあ講義のこの内容ですね、あるいはビデオを見ていただくと、そのまあ回答が書いてあるようなものです。だから、その講義で扱ったものを、演習問題という形で書き直したものになります。それが復習問題です。はい。で、それで補足問題って言ってるのが、講義の中で、まあ、こういう問題とかありますよっていうふうに紹介したんだけども、実際に、証明しなかったり、内容に、障害の仕方が不十分であるようなものを、それを、演習問題として、皆さん補ってくださいという形で出題しているものです。これが補足問題です。補足問題です。で、追加問題っていうのは、まあ、その講義の中では扱ってないものを追加して、演習問題として通っているものになります。それが追加問題です。で、あとですね、まあ、発展問題っていうのがある場合があるんですけども、これは少し難しいかもしれない問題です。まあ、難しさっていうのは、割とこう主観的なものなので、私が難しいかなと思っても、まあ、皆さんにとって簡単かもしれないし、皆さんが私が簡単だと思っている問題を皆さんにとって難しいかもしれないので、あんまりこの難しさっていうものをどう捉えるのかってことを真剣に考えていただく必要はないと思うんですけども、まあ、発展的かなと私が思うものは発展っていうふうにつけています。そういう問題も今後あるかもしれません。はい。で、演習問題は何のためになるかっていうと、皆さんが自習するためのものです。この演習問題を解いて、何かがあるってことはないです。何かがあるっていうのは、この演習問題を解いてレポートとして提出しなくてはならないわけではないです。だからこのレポートはですね、ただ単に皆さんが勉強するためだけにあるものであって、なんだろうな。そうですね。先ほど言った通り、その提出しなくてはいけないとか、やらなくてはならないものではないので、その点は誤解のないようにしてください。で、その前提のもとで、演習問題を解いたときに皆さんはそれをレポートとして提出してもよいです。ですから提出してもよいです。提出することができます。だからこれはその提出しなくてはならないのではなくて、提出してもよいであるということに注意してください。で、提出されたものは、まあ、一番最後のところですけども、コメントを私がつけて返却します。返却します。だから、その自分で、演習問題を解いてみて、まあ、どれぐらい、解けてるのかなとか、あるいはその解いたことが、正しく書けてるのかってことを、自分で判断できない場合には、提出してもらっても構いません。ってことになります。ですか。で、レポートには、毎回提出締め切りがあります。大抵次の講義の始まる時刻になります。で、それを、Google Classroom に
あるフォームから提出してください。という形になります。いいですか？で、レポートは、レポート、演習問題はその実習のためだけにあるもので、レポートは採点されません。だからレポートはいくら提出しても0点です。出しても0点、出さなくても0点です。だから、そのつもりで、レポートというものには、レポートとか演習問題には取り組んでください。よろしいでしょうか？いいですか？ 20 分になってしまった。ですね。で、一応提出締め切りがあると言ったんですけども、レポート、返却されたものは再提出ができて、再提出の場合は、締め切りないと思ってください。再提出の分は締め切りなしです。まあ、原則って言ってるのは、もちろん、なんだろう、学期末を過ぎたら、おしまいですから、それは、提出しなきゃいけないと思います。で、その演習問題のレポートとは別に、評価のために、レポートを貸します。これは、皆さん提出してください。これは点数がつきます。で、2回のレポート提出のみに、よって評価をします。のみって言ってるのは、その出席もつけないし、その授業後のコメントも点数になりませんし、演習問題のレポートを提出しても、点数になりません。点数がつくのは、この2回の評価のためのレポート提出のみです。で、これは、しまったな。しまってないけど、これ書いてますね。演習問題と同じ形式の問題を5題出題します。5題出題します。っていうのが、2回あるレポートの、それぞれに5題になります。が5題出せます。だから全部で10題になります。で、その中の2題は演習問題として提出されたのと同じです。だから先ほどその自分の勉強のためだけに演習問題があると言ったんだけども、まあそのうちのいくつかは、この評価のためのレポートの問題と同じ問題になります。まあそういう意味では、その演習問題、日頃のですね、毎週の演習問題に取り組むと、まあ、この評価のためのレポートにも何かいいことがあるかもしれないということになるかもしれません。で、配点は1台10点満点で、計50点満点です。で、全部で10台、え、だから、1回のレポートにおける満点が50点です。で、それが2回あるので100点満点になって、それがそのまま成績になります。ですから、そのまま成績になるんで、注意してください。本当にそのまま成績になります。怒られます。初めに言っておきます。本当にそのまま成績になります。ここまでよろしいでしょうか。もうこれ、評価方法で、これでもう固定するので、例えば、私は本来はですね、試験やりたい人なんですよ。だけども、まあ、遠隔なんで、ちょっと、まあ、試験を無理にするより、やるよりは、レポートの方がいいかなと思って、レポートにしてます。で、今後なんか、対面に戻る可能性も、まあ、ないと思うんですけども、仮にあったとしても、評価はレポートで行います。ってことは、まあ、ここで宣言しておきます。よろしいでしょうか。では、一応ですね、教科書とかはないです。ある、その本に従って、この講義が、設計されてるってことはなくて、まあ、それよりは、そのいろんな本とか論文を私が見て、それをまあ、なんかつまみ食いって言い方はいけないんですけども、組み合わせて、この講義は設計しています。で、まあ、参考にしている本の一部をここに挙げてます。別に購入する必要はないんですけども、まあ、購入して読んでもらえば、もちろん勉強になると思います。で、今25分ぐらいですね。今日の目標は、で、ここから講義に入ってきます。今日やるのは、この階上等に後継するっていうのを、まず、まあ、扱えるようになるってことで、その扱うってことの意味は、ちょっとやっていくんですけども、ここで、今から、本格的に講義を行っていくことになります。でいいのかな？そうですね。で、次は、どうぞ、6時ですかね。まあ、これでその、まあ、ガイダンス的な内容は終わりで、まあ、30分ぐらい経ったので、私はですね、こんな、早口で喋ってるのですぐに疲れるんですよ。チーターのようにですね、
なんだろう、初速は速いけど、すぐに足が遅くなるって、そんな感じで、疲れてしまったので、ちょっと休憩したいんですね。で、今から3分休憩するので、休憩中皆さん別に何していただいても構わないんですけど、これかな。じゃあ3分かかるんで、休憩していただいて、3分後に、講義を再開します。はい、それでは、再開します。ですね、初めに、誕生日のアンケートを取ったんですけども、集計ができたので、ちょっとお見せします。こんな感じですね。ちょっと、相当したんですけども、相当の仕方がわかんなくって、まあ、いいや。で、今こうなってまして、皆さんの誕生日、並んでまして、これずっと見ていくと、同じ誕生日の人いるかなってことですね。おっと、なんか出てきた。ちょっとこれはマウスの方が、マウス。いますかってかと、ちょっとこう、ちょっと確認していかないといけないんですけども。どうでしょうね。あ、ここですね。あ、しまった、なんか、そうか。ここに8月9日の方。あ、が、二人いる。そうですね。だから、先ほどの質問においては、このクラスに、誕生日が同じ二人いますかっていう質問については答えはイエスなんですね。で、まあ、これ今33人かな、33人の答えがあるんですけども、ちょっと、これちょっとも隠して、どうで隠すんだろう、こうか。これ、このアンケートですね、いろんなところでやるんですけど、まあ、大体ですね、
あ、大体じゃなくて、今まで私がやった中で失敗したことないですね。必ず、大抵25人ぐらいいるところではやってるんですけども、25人ぐらいいたら大体成功してます。その中に、誕生日が同じである2人がいるってことが、まあ、過去ですね、10回ぐらいかな、10回ぐらいやってて、いつもいます。で、なんでそんなことが起こるのかってことを、確率論的に考えるってことを、この授業の、まあ、後半の方でやるってことなんです。この授業ってのは、今日じゃなくて、1学期間の後半の方でやるということになります。はい。で、まあ、それは、一つの観察、と実験してみたってことですね。あ、割とですね、数学って実験すること重要なんですよ。で、まあ、それはどれぐらいお伝えできるかわかりませんけども、今日のテーマは、この階乗と二項係数です。で、まずその階乗の話をしていきます。階乗っていうのは、まあ、こういうやつですね。まあ、よくその N のびっくりマークと書いて、N から1までの積を表すということですね。あ、ちなみに、N が自然数です。で、自然数といったら、0以上の整数だと思ってください。整数といったら、これ0以上の整数。字が、その時。なんかこの画面に字を書くのに慣れなくって、字が汚いんですけど、まあ、0以上の整数を自然数と言います。で、ちゃんと書いてないですけども、これ、0の階乗は1です。0の階乗は1です。で、まあ、この計算法を使えば、例えばその4の階乗っていうのは、4、3、2、1の積で24になるというわけですね。だけども、このですね、この点点点っていうのは、これ曖昧なんですよね。どうぞ。例えばですね、このコンピューターに n=1、点点点1と書いてこう計算してもらうとこできないわけですね。だから、これちゃんと定義する必要があって、ちゃんと定義するってことになると、再帰的な定義を使うことになります。で、再帰的な定義を書いたのが、こちらですね。で、どういうことかというと、n が0の時には、n の階乗っていうのは1ですと。で、1以上だったら、n-1 の階乗っていう、その1個前の階乗の値に n をかけたものです。まあ、こうかけるっていうのが、この階乗の再帰的な定義で、まあ、これだったら、まあ、これをコンピューターに教えてあげれば、階乗を計算できるということになります。で、例えば、まあ、4の階乗っていうのは、この定義に従うと、定義に従うと、4×3 の階乗になります。で、3の階乗って今何だかわかんないから、じゃ3の階乗何ですかと聞くと。で、そうすると、定義に従うと、これは 3×2 の階乗です。ということになる。という形で、その0の階乗から順番に、1の階乗、2の階乗、3の階乗っていうのを計算していくと、4の階乗が24だと分かるっていう、まあこういう仕組みですね。まあこういうふうになっているわけです。で、こういうふうに定義された N の階乗っていうものがどういう性質を持っているのかってことを今からいろいろと議論したい。というわけです。相乗で定義すれば最適な定義が必要ないのかって言われると、相乗っていうのは、それ自体が実は最適な定義なわけです。相乗っていうのは何なのかというと、例えば、その A1、A2、点点点、AN っていう、こういう数列があったときに、i イコール1から N までの AI。まあ、これもこれ相乗っていうふうに言ってると思うんですけども、じゃあこれは何なのかっていうと、この、まあ、この π ですね。この記号自身は、再帰的に定義されているわけです。で、どういうことかっていうと、これは、n が1の時には、a1 で、そうじゃなかったら、これは、そうじゃないですか、n が2以上の時ですね。の時には、i が1から n-1 までの相乗に、AN がかけたもの。まあ、こういうふうに定義されてるわけです。なので、だからまあ、この相乗で、だから、相乗を使うという立場で言うと、この階乗っていうのは、A1 が、この上に書いちゃうといけない。まあ、でも書いちゃったからしょうがない。A1 が1で、A2 が2で、点点点、AN が N って、まあ、こういう場合ですね。の、
この定義をそのまま書いてると思ってます。まあ、N が0の場合を本当は考えなくちゃいけないので、ちょっと、齟齬がありますけども、まあ、こういう雰囲気だと思っていただければいいと思います。よろしいでしょうか。はい。なんかその相乗っていうもの自身も、まあ、最適的に定義されてるんだ。だから、あの、相和もそうですね。このシグマっていうね、ここを使って、i イコール1。おっとしまった。N、AN。まあ、こういうふうにその和の記号もありますけども、和の記号っていうのも、あの、その、最適的に定義されてるというふうに思っていただくといいと思います。はい。そんな感じで、こんな感じであの、質問してください。はい。で、じゃあ、この会場のですね、性質をいろいろと調べたいってことを今からまずします。で、まずですね、あの、皆さんに、身につけていただきたいことっていうのは、あの、こういう、そのなんか数列を見たら、その組み合わせ的解釈っていうのを考えてもらうということです。その自然数の列っていうのは何かを数えてるんだっていう立場です。で、例えばこの N の階乗っていうのは、区別できる N 個のものを一列に並べる方法の総数であるというふうに解釈できます。例えば、その N が4のとき、N の階乗っていうのは24なんですけども、それは1、2、3、4という区別できる4つのものを一列に並べる方法の総数。まあ、こういうのを順列と。よく言うかもしれませんけども、まあ、この順列の総数として解釈できるということは、まあ皆さんご存知だと思います。で、ここに実際、まあその24個で書いてるわけですけども、まあこれ皆さんご存知だと思います。で、まあこの解釈を使っていろいろと考えていくことができるんですけども、ちょっと、それは後であの二項係数の時にいろいろとやっていきます。まず、これが一つの視点です。組み合わせ的解釈。いいでしょうか。で、ちょっと待ってくださいね。資料が出てきたっていうのは、ちょっとこれは何か変なことが来たか。あれ違う、19ページが見えない。今が19ページだったのか。で、あれちょっとすいません。何かのトラブルが。これですね。これを見たいんだけども、表示されない。ですね、表示されない。これがトラブルですね。ちょっとですね。じゃあ、トラブルなんで、無視して。ですね。じゃあ、これ A の階乗っていうのが、どういう性質を持っているのかってことの、次の視点なんですけども、この上階と下階です。例えばですね、この N の階乗っていうのが、あったときに、N の階乗と、じゃあ例えばですね、100の N 乗では、どちらのオーダーが大きいでしょう。っていうようなことは、だからまあ、オーダーの評価とかっていうのは、その計算量の見積もりとか、いろんなところでこう出てくるわけですね。で、まあその中で、例えばこの N の階乗とか、まあ100の N 乗っていうのが出てきたとしたときに、どちらがオーダー大きいでしょうっていうことをまあ見積もりたいってことが、まあよくあるわけです。まあこれ例ですけど、例えば。じゃあ、まあそれに答えるためには、この、なんだろうな、この、N の階乗っていうのが、どういう振る舞いをするのかっていうことをちょっと知っておく必要があるわけですね。で、前のページ、空白のページに書いてあることは、ここに書いてあることは、スターリングの公式に書いてあります。これもう白紙だから書いちゃおうかな。あ、なんか消えていった。スターリングの公式が書いてあります。あれ消えていく。なんか消えていく。怖い。ですけども、あれ消えた、全部消えた。これなんだろうな。まあいいや、スターリングの公式が書いてあって、まあ、それちょっと後で復旧したら見ますけども、それを使うと、どれぐらいのオーダーなのかってことはちゃんとわかるんだけども、それを証明するのは割と難しいというか、理算的な方法で行うのはちょっと難しくて、積分とか使うことになるんですが、ここでは理算的な方法で、この N の階乗っていうのを上から押さえる式、これ上階と言います。
で、下から押さえる式、これ、高いと言います。を使って評価しましょうということを言います。で、だからまず、これはですね、この書いてある不等式は、これは数学的な事実です。事実だから証明するんですけども、今から片方は。で、もう片方は演習問題なんですけども、で、こういうことが分かると、このオーダー、どちらが大きいでしょうかということが、これ分かります。で、まず、これを見たときに、まずいろんなことを言わなくちゃいけなくって、この上の方ですね、n の階乗を上から押さえる式のことを、解と言います。あ、いや、全然違うですね。上解と言います。上解と言います。で、下から押さえる式のことを、解と言います。ですか。で、ちょっと、このですね、スライドはいろんなことを言わなくちゃいけなくって、これだけで今日終わっちゃうかもしれませんけども、まあ、終わらないように頑張ってやると、ちょっとまず、これ消しますね。ちょっと、この100の n 乗とどっちが大きいか。で、まず、じゃあ、これね、答えますね。100の n 乗と n の階乗、どちらが大きいかっていうことを、これ答えるんですけども、例えば、今ですね、この、解を使おうとします。解の方を使って、n の階乗と、さっきの100の n 乗の比を比べましょう、ということをやります。で、そうすると、この解から不等式ができます。で、どんな不等式かっていうと、分母はそのまま100の n 乗で、分子の方は、この不等式使うと、e の n、分の n の n 乗ですね。ちゃんと言ってない。これいいですか？この不等式使っただけですね。はい。で、ちょっと式変形すると、まあ、e はちょっと前に出しておいて、なんとかの n 乗の部分を見ると、これは、100e が、分母に来て、分子は n の n 乗。こうなりますね。ちょっとこの書き方は良くなかったかもしれない。ちょっと先生書き換えますね。この中を消すのは良くないんですけど。まあ、消しちゃった。100e 分の n の n 乗。こういうことになるわけです。そうするとこれは n を大きくすると、無限大に加算しますね。分母は100の、100×e っていう定数なんだけども、分子の方は n っていうふうになって、n を大きくする、大きくなるから。ってことは、この100の n 乗分の n の階乗っていうのは、無限大に発散するわけだから、これ結論を言うと、結論と通信に書きますけど、結論は、n の階乗の方が、100の n 乗より、オーダーが大きいということが、まあ、言えるわけです。ですか。なんとかの n 乗の、なんとかの部分が定数だったら、n の階乗の方がオーダー大きいです。同じ論法で証明できます。って感じで、そのオーダーの評価ができるってことになります。っていうときに、まあ、この、上階とか下階が使えるということになりますね。いいでしょうか。今日終わんない気がしてきた。いいでしょうか。で、これがまず一つなんですけども、ちょっと今これ書いたこと消しますね。いいですか。まあ、後からこれビデオ公開するんで、ビデオ見ていただければ、これ再生できますから、ちょっと、ま、思い切って消しますけども、思い切って消しますけども、これなんかいい消し方ないのかな。これで囲んで消す。できましたね。ですね。それで、あれ、しまった。で、もう一つ言いたいのはですね、この日本語なんですよ。例えば、上階の方ですね。en、e 分の n の n 乗は、n 階乗の上階というふうに書いてあるんですね。で、まあ、この日本語は正しい日本語を書いてるんですけども、例えば、n 階乗の上階は、en、かける e 分の n の n 乗である。というような日本語。これは正しくない日本語になります。まあ、正しくない、あるいは、
なんていうの、誤解を生みやすい日本語になります。だから、まあ、こういうふうには書かないでほしいと。こういうふうには書かないでほしいと。で、つまりですね、今この初めに書いてある、なんとかは N の階乗の上階っていう日本語と、この後ろに書いてダメだっていう日本語の違いを皆さんにはちゃんと理解してほしいんですよ。で、この違いはわかりますか？どう違うのか。どう違うんでしょうかっていうと、この後ろの方がダメって言ったものは何かっていうと、この N 階乗の上階っていうものがあったら、それはこの EN、E 分の N の N 乗であり、それに限られるって言葉で、この後ろの日本語はその意味しちゃってるんですよ。意味しちゃってる。そう、上階がいっぱいあるから、そう、流れる前から言っちゃいますね。上階がいっぱいあるの、上階っていうのは例えば、この EN、E 分の N の N 乗よりも大きな値っていうのも N の階乗の上階なんですよ。うん、だから例えば、赤はもうやめて、例えば、から、2EN、E 分の N の N 乗は、N 階乗の上階なんですね。これ正しいです。これ正しいです。だから、上階って、たくさんあるんですよ。だから、これは上階であるっていう、一つのものだけは上階であるというわけではないんですね。だから、〇〇は上階であるっていうところ、その〇〇っていうもののところには、〇〇って言って、この〇〇。この部分には、その上階であるものは何を持ってきても、まあ、構わないわけです。けども、なんとかは、上階は〇〇であるっていうふうに言っちゃうと、これだけが上階になっちゃう。日本語の表現になってしまうので、そういう言い方はしませんということです。いいですか？ちょっと細かいことのように思われるかもしれないんですけども、日本語を正しく使うってことは、皆さんの生活において非常に重要なんですね。これ数学とか、その情報とか、そういうことに限らず。で、そういうところから論理的な思考っていうのは、積み重ねで培われていくものなので、ちゃんとその正しく日本語を使うってことに注意をしてください。よろしくお願いします。で、ここまでで、お話はおしまいで、今からやるのは証明です。いいですか？証明をします。で、上階の証明をしましょう。上階で、こちらで、こちら側ですね。上の方。はい。で、これ、N 指定数ですから、機能法が使えるんですね。で、この機能法で証明するっていうのを、ちょっとやってきます。で、課題の方は演習問題です。演習問題の、ファイルを見ていただくと、これ、補足問題になっていると思います。はい。で、機能法なので、まず、これは、1以上の自然数に対する話なので、N が1の場合考えます。N が1の場合に、この不等式に出すでしょうか、ということです。で、左辺の方は、N の階乗であり、これは1の階乗で、これはもう1だってこと知ってます。1です。だから左辺の方は1です。右辺の方は、そのまま計算していくと、これも1になります。だから、この不等号が等号で成立するってことになって、N が1の場合正しいということになります。よろしいですか？はい。で、機能法を進めていきます。で、機能法を進めるので、任意の K、1以上の自然数 K を考えて、機能法の仮定として、K の階乗が、この上階以下であると。これ機能法の仮定ですね。赤になっちゃった。で、証明したいのは、この、なんだっけ、N が K プラス1の場合で、まあ、この証明する目標をですね、書いておくことは割と、機能法による証明をするときには重要で、まあ、これを証明したいんだっていう目標を達成するんだということを頭に置いて証明していくということになります。でですね、私はですね、まあ、この何年かのこの教育経験によってですね、皆さんが苦手なことを実はちょっと知っています。何が苦手かというと、不等式を証明することは皆さん非常に苦手です。皆さんですね、この受験期を
乗り越えてですね、何とかこうやってきたと思うんですけども、いわゆる高校数学と言われているものはですね、大抵ですね、等式を証明するんですよ、証明書で言っても。で、等式を証明するのは割とですね、簡単と言っちゃいけないんですけども、皆さんにとって得意なものなんですよ。で、なぜか皆さんは不等式を証明するのが苦手なんですね。まあ多分慣れてないから。で、いろんなところでは、まあ、その、いろんなところって言ってたか、その数学を使う場面では、等式を証明する方が大体大変です。何かと何かが等しいってことは非常に強い命題なんですよ。で、不等式を証明することの方がしょっちゅうたくさんあります。しょっちゅうたくさんって日本語おかしいですね。そういうことの方が頻繁に起きます。だから皆さんはこの不等式を証明するってことができるようになると、すごくいろんなことができる幅が広がります。ので、それをちゃんとできるようになっていただきたいっていうのは、まあ今日の隠れたテーマであるかもしれませんけども、この証明、目標を証明するために我々は一つ重要な不等式を使います。で、それがこれもう赤いんですけども、これ有用な不等式。これすごく有用でいろんなところで使います。で、言ってること自体は簡単。何かというと、任意の実数 x に対して、1プラス x と e の x 乗を比べたら e の x 乗の方が1プラス x 以上ですよ。ってことです。これは図を書けば当たり前。これ図ですね。図を書けば当たり前で、まあその、y 軸、x 軸があって、この直線の方が y イコール e の x 乗っていうグラフです。で、下の直線の方が y イコール1プラス x っていうグラフです。で、この不等式が言ってるのは、この e の x 乗の方のグラフが必ず1プラス x の上にありますよ、ということです。まあ実際そうなってますね。で、これもちろん、数学的に証明できることなので、証明してほしいんですけども、まあ、証明するのは演習問題ですね。まあこれは、言い方は悪いけども、高校生でもできる話ですので、まあ簡単にやってみてください。で、これを使います。これ使うのが重要です。これは正しいことは、どうでもいいというか、高校生の演習問題なんだけども、これを使うってことはできるようになることが重要です。はい。で、やってみますね。これ、証明したかった式の左辺です。で、これを変形していって右辺にしましょうってことをやるんですね。今から。で、まず、定義から、k プラス1の階乗は、k プラス1かける k の階乗です。これ、再帰的な定義ですね。再帰的な定義です。はい。で、この k の階乗のところに、帰納法の仮定を使います。そうすると、これは ek、e 分の k の k 乗以下であるということがわかります。いいですか？ちょっとこの式を変形していきます。この辺ですね。どう変形するかというと、まあ、これは何かというと、この一番右のところに、今目標としている式をそのまま書きました。この k プラス1の階乗を変形してこれにしたいっていうその式ですね。書きました。で、上の式と等しくなるように何かをつけてます。ますか？で、これちゃんと等しくないようにつけてるので、まあ、等しいんだってことは確認していただきたいんですけども、これ等しくなってます。まあ、そうなるように前につけました。後ろの部分がこれ目標の部分ですね。目標。これ書くんですけど、これすぐ消えるんですが。これ目標です。ですね。目標。で、次のページ行きますと、で、やるのはこの前の部分を、これが1以下だってことを証明したいわけですね。で、また書き換えます。k は、まあ、k プラス1マイナス1なので、これ正しいですね。正しいですね。で、この k プラス1の部分を、なんていうんですかね、これは約分っていうのかな。して、1マイナス k プラス1分の1にします。ここまで全力等式です。いいですか？で、ここで先ほど重要な不等式といった式を使います。どういうふうに使うかっていうと、先ほどの式っていうのは、1プラス x が e の x 乗以下ってこういう式でしたね。で、において、x をマイナス k プラス1分の1とすると。ちょっと待って、今ちょっと書いたものが見えなくなってしまった。で、これを、これ使っていくんですね。ですか？
そうすると、この不等式になって中身が変わります。いいですか？いいですか？そうすると、この前に書いた部分、これイコール1だということがわかります。ほう。ですね。実際計算すると、まあ、1なので、この欲しかった部分だけが出てきて、証明が終わりますということになります。よろしいでしょうか。いいですか。はい。で、まあ、ここまでで、まあ、会場の話がおしまいです。課題の方は演習問題になっています。よろしいでしょうか。ちょっと二項係数を定義したら休憩させてください。すみません。二項係数は皆さんもご存知だとは思うんですけども、この、A の階乗を B の階乗、A-B の階乗で割ったものですね。で、これ皆さんはよく、ACB と書き方をすると思うんですけども、まあ、この下に書いてあるように、この書き方はあんまり一般的ではありません。なんでこれがその、いわゆる高校数学で使われているのか私はわかんないんですけども、まあ、一般的ではない記号を使って考慮していくのはよろしくないので、この一般的な記号台、こちらを使います。で、これはよく A choose B と読みます。ちょっと、まあ、この英語のところをカタカナで書くのはどうかと思うけども、まあ、今書いちゃったので、ああ、また、これは、A choose B ですね。というものが普通です。だから A choose B が、定義として A の階乗割る B の階乗、A-B の階乗になるということになります。これ A と B は自然数で A の方が B 以上になっているようなものだけ考えます。ことにします。まあそうじゃないとこの A-B の階乗がですね、うまく定義できないので今のところ、そうします。はい。で、今からやっていくのはこの二項係数の性質を見ていくってことですね。で、二項係数、階乗の時にはその階乗っていうのは、区別できる N 個のものを一列に並べる方法だっていうふうに、そうそうだって言ったんだけども、まあ二項係数も、いろんな、二項係数にも組み合わせ的解釈があります。で、まあ、よく出てくるのは、ですね、要素数 A の集合における要素数 B の微分集合の総数です。だからこの、例えばですね、こう下の例だと、この5個のものがあるときに、この5個のものから2個選ぶ。方法の総数です。で、2個選んだ方法が、その要素数2の部分集合を全部書いたのがここです。これ10ですね。だから、5 choose 2は10であると。いうふうに、まあ、解釈できるということですね。で、定義したら終わりと言っときながら、ちょっともう少しやりますけども、あと2つ、この2項係数には、組み合わせ的解釈があるので、まあ、それをご紹介します。で、一つは、色を塗るというふうにして解釈する方法です。区別できる A 個のものの中から B 個に色を塗る方法の総数です。例えばですね、今ここに5個のものがあって、これを区別できるとしましょう。そのうち2個のものに色を塗ります。例えば、ここはこの赤で色を塗っています。はじめの2つに色を塗る。はじめと3つ目に色を塗るとかですね。で、その色を塗る方法っていうのは、この場合、5個のものの中から2つに色を塗る方法っていうのは、合中図になります。これ先ほどと、やってることは同じなんですね。その、先ほどとその、分集合を選ぶのと同じで、この1、2、3、4、5っていうふうに、まあ、これ区別できているとすると、1番目と2番目を選んでくるっていうのが、それに色を塗ることに対応するわけです。で、1番目と3番目を選んでくるっていうのは、その1番と3番に色を塗ることに対応していると。という感じで、まあ、見てほしいというわけです。だから、それが、合衆図になるということは、わかるということですね。いいでしょうか。もう一個、重要な、組み合わせ的解釈があって、それは、格子度による解釈です。で、これ何かっていうと、書いてありますね。A choose B っていうのは、
00から A-BB に至る単調な格子度の総数。格子っていうのはこのような、この、なんだろうな。格子というのはこのような格子ですね。格子の説明になってないな。まあ、このような図形だと思ってください。で、この、左下が00です。で、右上が A-BB です。今ですね、これ、A が5で、B が2の例なので、A-B が3で、B が2になっています。ただ、これ3、2という点が、この右上の点になっています。で、単調な格子度っていうのは、進む方向は上か右。わかってきましたね。進む向きが上か右であるってことを単調だってことの定義としてます。で、例えば、この一番左上のものは、上、上、右、右、右ということによって、322に到達すると。二つ目は、上、右、上、右、右といって、到達していると。で、それ全部書くと、10個あります。5、10、0、7、10。いいですか？これ偶然、数が一致してるわけじゃなくて、一致する理由があるわけです。例えばですね、この真ん中の下のもの。これ見てみると、この格子度は右、右、上、上、右と進んでます。いいですか？今言ったのは、上、右、右、上、上、右。ですね。と進んでます。書くと、右、右、上、上、右。こうですね。右、右、上、上、右。で、これは、先ほどの5つの区別できるものに2つ色を塗るっていうのと同じことをしてるんです。なんでかっていうと、これは、仮に全部、じゃあ仮にはやめよう。丸丸、さっきの絵の書き方だと四角四角、丸っていうのが対応してると思ってほしいわけです。全部丸だったところから二つに四角の色を塗りましたっていう方ですね。これ色を塗ったん、これちょっと色、まあいいや。で、この塗ったところと上が対応してるというふうに思ってほしいわけです。わかりますか？その右のや、そのみ、その、えっと、右の図。ああ、書いちゃった。右の図は、これは、右、右、上、右、上、っていうふうに進んでるわけです。で、これは英語の塗り方で言うと、三つ目のものと、最後のものに色を塗ったっていうものに、まあ、これ対応してるわけです。っていうふうに、色の塗り方と一体対応してるから、ちゃんとこれは、合中図になるんだっていう見方ができるわけですね。いいですか？だからこれ正しいです。いいでしょうか？まあ、こういうその組み合わせ的解釈があるんだってことを、認識しておいてください。いいでしょうか？じゃちょっと休憩しますね。ちょっと、3分長いかもしれないので、ちょっと2分にしたいと思います。ちょっと2分に変えるにはどうしたらいいんだろう。こうしよう。じゃあ2分休憩して再開します。
はい、それでは再開します。今日準備している資料の内容は、今日中に終わらない感じがするので、まあ、その時には次回に、持ち越します。無理に終わろうとしないことにしますけども、まあ、そういう感じで進めてきますね。で、今やったのは、二項係数の組み合わせ的解釈をやったので、じゃあ次にやるのは、上解と下解の話になります。ですね、こんな感じの上解と下解があります。A チューズ B というのがあったら、まあ、それは上から B 分の EA の B 乗で押さえられる。で、下から B 分の A の B 乗で押さえられる。ということがあります。ただし、A も B も1乗だとします。ちょっと0だと、0で割っちゃうことになったりして、まあ、困るんで、それはやめておきます。はい。で、そうだ。ちょっと初めにちゃんと言っとく必要があったと思うんですけども、先ほどもその N の階乗の上解とか下解とか、ここでもその A チューズ B の上解とか下解っていうのを出してますけども、こういうのを覚える必要は全くないです。むしろその覚えようとしないでください。覚えるのはもう罪だと思うぐらいの気持ちでいてほしいんですけども、まあ、こんなもんって尽きないけども、こういうその事実は調べればわかることですし、証明しようと思えば証明できるってぐらいの、まあ、能力を皆さんに身につけてほしいわけですね。だから、こういうものをですね、いちいち覚えようと思うと、皆さんが目にする事実っていうのは今後というか今までも、もう、ものすごくたくさんあって、そういうものをですね、いちいち覚えていたら、もう、話にならないわけです。だから、覚えようとせずに、こういうのは忘れたら調べて思い出せるぐらいにしておくってぐらいの、まあ、気持ちでいてください。で、それで十分だと思います。いちいち覚えようとすることは、もう脳の容量の、なんだろうな、無駄遣いです。努力の無駄遣いです。だから、覚えようとしないでください。で、重要なのは、こういう式を見たら、これが証明できるぐらいの能力を持っておくということです。で、演習問題と書いてあるのは、上階の方です、今度は。こっち上階ですね。上階の方は演習問題です。で、この下階の方を、まあ、簡単に紹介します。まあ、ちょっとこれも、証明のアイデアだけなんですけども、下階の方やっていきます。今、A 中ズビは定義から、こう書けます。ですね。で、これは、まあ、ここで点々点を使ってしまうのがあんまり本来はよろしくないわけですね。先ほど言ったみたいに曖昧だから。でも、まあ、ここはまあ証明のアイデアだと思って、アイデアだと思って、まあ、見てほしいんですけども、まあ、これはこの式で書くと、まあ、こんな感じで書けます。分子は a×a-1×点点点で a-b+1 までいって、分子の方は b から1までですね。分子は分母ですね。分母ですね。分母。分母、これは、これ B の階乗です。で、分子に書いてるのは、A の階乗を A×B の階乗で割ったものです。ですか。で、こんな感じで書けます。で、これを、この一つ一つ、B 分の A とか、B-1 分の A-1 とかっていうふうに、分けてます。B 個の分数式の積に分けてます。で、重要なことがあって、その一個一個の式っていうのは全部 B 分の A で下から押さえられます。下から押さえられるっていうのは、それが B 分の A 以上ですってことが、この演習問題で示してもらいたい式からわかります。これはまあ簡単に証明できます。で、この式見れば、これは B 分の A が B 個あるから、B 分の A の B 以上だということがわかるということで、この下解は証明できましたということになります。よろしいでしょうか。さっき言ってるみたいに、これアイディアなので、本来はもっとちゃんとこの点点点使わずにやるべきなんだけども、ちょっとここは点点点でやってしまいました。いいでしょうか。それで、二項係数っていうのは、いろんな性質を持ってます。で、その性質をいくつかちょっと見ていこうかなと思います。で、初めに書いてあるのは、これ対称性ってですね。A チューズ B っていうのは、A チューズ A-B と等しいです。で、これは等しいので、まあ、式変形をすれば定理を使ってご証明できます。ご証明、まあ、これ書いてありますけども。まあ、これね、まあ、これねだって。これはですね、まあ、証明できます。で、証明は、まあ、式変形を用いて行うんだけども、行ってちゃんと正しいんですけど、
正しいんですけども、こういうですね、投資で見たときに、まあ、その証明ができるってことは、一個重要なことなんだけども、この等式が何を表してるんだろうかってことに関する直感を皆さん持ってほしいんですよ。で、直感っていうのはやっぱりその組み合わせ的解釈っていうのを使って考えてほしいということになります。で、つまりこれは左辺は何かを数えてるわけです。何かを数えてる。で、右辺も何かを数えています。で、その数え方からこの二つは等しいんだってことがわかる。ってことを見抜いてほしいわけです。どういうことか。例えば、この場合ですね、色を塗るっていう解釈で考えると、A choose B っていうのは、A 個の異なるものから B 個のものを選んで塗る方法の総数を表してたわけです。それもこれ下に書いてあります。で、これは、この右辺の A choose A-B と等しいですよってことを、この等式対称性は言ってるわけです。じゃあ、この A choose A-B っていうのは何を表したのかっていうと、A 個の中から A-B 個塗るってことを言ってるんだけども、これは別の言い方すると、塗らない A-B 個を選ぶっていうふうにも捉えられるわけです。だから右辺は A 個のものの中から塗らないものを選んでる。A-B 個。そう思うと、この最終的に出てくるものの総数っていうのは、同じであるということがわかるわけです。ですか。だからこの等式っていうのは、まあ、そういうふうに着色を通して解釈できるというふうに言えるわけです。いいですか。じゃあですね、今これは着色を使って解釈したんですけども、この二項係数の解釈には着色以外にも2つあったわけです。じゃあその別の解釈である格子度を使ったらどう解釈できるのかなってことを考えましょう。もともとこの A choose B っていう二項係数は格子度を使って解釈するときには00から A-BB へ至る格子度の単調な格子度の総数を表していたというのが解釈でした。じゃあそれに照らし合わせて A choose A-B っていうのを考えてみると、そうか。なんかちょっとこれはちょっと上に書くと、から、どうしようかな。X choose Y っていうのがあったら、これは00から、X-Y へ至る単調な格子度の総数ってわけですよね。で、この左辺の方は、X が A で、Y が B のとき。の話だったわけです。で、右辺の方は x が a で y が a-b なんですね。ってことは、この時に、右辺の時に x-y っていうのは a-a-b だから、これ b で、y は a-b なわけです。だから、このx-y って言ってる部分は b になって、y と言ってる部分は a-b になります。だから右辺は ba-b へ至る格子度の総数になります。いいですか？で、ここに書いてるのは、図で書いてるのは、この左側は00から a-bb へ至る総、格子度です。で、右側は ba-b へ至る格子度の総数です。で、これ等しいですね。これ、両方とも、この場合10なんだけども、これなんで等しいかっていうと、これは対応があって、この図を、この対角線ですね。対角線で折り返すわけです。あ、ちょっとずれた。対角線で折り返します。で、そうすると、例えば、この左上の格子度を対角線で折り返すと、この右下にある、この格子度になります。左が2番目、この格子度。このとか違いますね。今丸つけた格子度。これを、この、対角線で折り返すと、これも右下から2番目の格子度に移ります。っていう形で、折り返すことによって、左側にある格子度から、右側の格子度がちょうど一つ得られます。
だから総数は同じだということがわかります。つまり、この統合正しい。対称性が言えるという、まあ、仕組みになっているわけです。あ、これですね。直線 y イコール x に関して、この対称なので、等式になるやつ。ということになります。いいですか？だから、こういうその等式を見て、あ、正しいなってことが、数学的に証明できる、その、式を変形することで証明できるということ以外に、こういうその実物を持ってして、その感覚を持つってことが重要です。ので、それをちょっと意識してください。いいでしょうか。じゃあ、こういうその等式の話をあと2つします。で、今日は終わりにします。1個はこのパスカルの三角形と呼ばれている、この等式です。A choose B という誤差変は A-1 choose B-1 と A-1 choose B の和に等しいという式です。これも試験形をすれば証明できます。まあ、これ、スライドには書いてあるんですけども、まあ、楽しくないんでやりませんね。皆さんも頑張ればできると思うのでやってみてください。まあ、あるいはここに書いてある通りにやればできるということになります。じゃあ、重要なのは、今、この証明ができたとして、これは、その組み合わせ的にどういう解釈を持つんでしょうってことを考えたい。じゃあ、これもその先ほどと同じように、色を塗るっていう解釈と、格子度の解釈で考えてみましょうということをします。じゃあ、色を塗るっていう、まず解釈で見ると、この左側は A イコールあるものから B イコール色を塗るものだったわけですね。で、それを別の解釈をすると、右側になりますってことを、これは、この等式は言ってるわけです。で、別の解釈って言うと何かっていうと、まずこの足し算っていうのが何なのかってことをちょっと考える必要があって、足し算っていうのは基本的にこれ場合分けです。場合分け。だから、今この A choose B、この塗り方があるんだけども、その塗り方を2つの塗り方に分けます。で、その塗り方がそれぞれ A-1 choose B-1 と A-1 choose B 個ありまして、それらを合わせるとちゃんと A choose B になりますよってことを言ってるのがこの等式なわけです。というふうに解釈します。解釈します。じゃあ、その時に、じゃあこの左辺の場合はどういう場合かっていうと、これは最初のものを塗る場合になります。例えば、今ですね。5個のものがあって、そこに、の中から2つのものに色を塗りたいと思ったときに、必ず初めのものに色をつける場合を考えましょう。そうすると、全体で2個のものに色をつけるんだったら、残りのところからもう1個色を塗るものを選ぶ必要があります。残りのものの個数は4つです。から、その中から1つのものに色を塗る場合の数っていうのは、総数っていうのが4中1になります。一般的には A-1 choose B-1 になります。いいですか？これがこの左辺です。今考えたのは、この最初のものを塗る場合なので、場合分けをしたもう一つの場合、つまり A-1 choose B の方を表しているのは、最初のものを塗らない場合になります。最初のものを塗らないとすると、全部の中から色を塗るものを2つ選ぶためには、残りの4つの中から2つのものを選ぶ必要があります。その方法の総数は4中になります。一般的には残りのもの A-1 個あるところから B 個に色を塗ることになるので、 A-1 中の B ができます。ので、その2つの場合で分けて全体は A 中の B になるという等式が得られることになります。よろしいですか？よろしいですか？じゃあ、同じものを格子度を使って場合分けしてみます。場合分けと解釈してみます。格子度の場合は、これですね。左辺の方は00から A-BB に行く格子度の数でした。で、それをどのように、あ、これ書こうかな。00から A-BB の
構するんですね。これは後で聞きますけど。で、それを二つに分けるんですけど、どう分けるかっていうと、はじめの一歩が上なのか右なのかで倍分けします。で、上に行く場合を今これ左に書いてます。で、右に行く場合を右に書いてます。で、これを足すと、足せない。足すと10通りですねってことを言いたいわけです。で、なんでかっていうと、上に行くと残りの部分があるわけです。これ、次進むかな？進んだ。残りの部分があるわけです。残りの部分。で、残りの部分は、何かっていうと、これは、時間が足りないか。これは、01から、A-BBA 行く格子度の総数を、ここで上の部分では数えたいわけです。で、それは、これは、ずらすと、これ、この、新しいこのスタート点を、原点00だと思うと、この A-BB だった点は、Y 座標1引くから、A-B、B-1 なわけです。で、この、じゃあ、上の部分の格子度の数、この行き先が A-B、B-1 になるような二項係数何かと言われると、それは A-1、中図 B-1 になります。ですか。で、同じことを、初めの第一歩で、初めの一歩で右に行った場合も考えます。で、そうすると、これは今、そうすると、これは、ここですね、10から A-BB に行くような格子度を数えるということになります。で、これも先ほどと同じように、ずらすと、最終的に出てくる数っていうのが A-1 choose B になります。まあ、ちょっとこれは確認してみてください。で、それら全部合わせると足し算になって等式がやれるという形になります。よろしいでしょうか。足し算は倍分けです。で、そうか、これはやるとこ。で、最後にもう一つ。これ今日の最後ですけども、この吸収高等式っていうのをやります。A choose B がありましたら、B が1以上だったら、これは B 分の A かける B-1 分の A-1 と等しいという形になります。で、まあ、これもその証明自体は、試験形を行えばできるんだけども、まあ、これは面白くないんで、皆さんまたやってくださいということになりますが、ですね、やりたいのは、この式の組み合わせ解釈です。組み合わせ的解釈になります。で、組み合わせ的解釈をするときに1個問題点があって、割り算っていうのは扱いにくいんですよ。扱いにくい。だから、割り算とかこの分数があるときには、分母を払うってことをすると、組み合わせ的解釈をしやすくなるので、まずそうしてみます。で、まあ、分母払うとこうなりますね。B を左に持ってきました。で、まあ、B とか A ってこのままあると、ちょっとよくわかんないんで、この B とか A っていうのは実は B チューズ1とか A チューズ1なんだっていうふうに思うことにします。でそうすると、組み合わせ的解釈がやりやすくなります。で、ここでちょっと考えたいのは、これですね、掛け算ですね。掛け算は、順に選ぶ。という形で解釈できます。だから何かっていうと、左辺の方は、まず A 項の中から B 項を選んで、その次に B 項の中から1項を選ぶ。で、まあそういうふうに解釈できるわけです。で、右辺の方は、まず A 項の中から1項を選んで、次に A-1 項の中から B-1 項を選ぶ。っていうふうに、まあそういうふうに解釈できるというふうに思ってください。で、それがなんで等しいのかっていうことを考えるために、次のようなことを考えます。次のようなことっていうのはこれですね。A 個のものの中から B-1 個を赤く塗って、1個を青く塗る。で、こういうことを考えます。で、そうすると、この等式がなんで正しいかわかります。
何かというと、この等式の左辺と右辺っていうのは、ここに書いてある A 個のものの中から B 引く1個中を塗り、1個に青を塗るっていう方法を、2つの違う方法で行うことを表しているわけです。どういうことかっていうと、左辺の方は、この今これ A 個あると思ってください。A 個あるものの中から、まず、B 個を赤く塗ります。それは A choose B ですね。で、塗った B 個の中から1個を選んで青くするってことをします。で、そうすると最終的に1個が青で B 引く1個が赤になります。B 個の中から1個選ぶのが B choose B です。いいですか？これが左辺です。で、右辺の方は同じ塗り方を違う方法で行います。どうするかっていうと、まず A 個の中から1個選んでそれを青く塗ります。それが A 中の位置です。で、残りの A-1 個の中から B-1 個を選んで青くなります。で、そうすると最終的に B-1 個が赤くなって1個青くなります。これが右辺です。で、これによって得られる物体は同じものが得られるので等しいということになるわけです。よろしいですか？本来は25分ぐらいで終えて5分残したかったんですけども、ちょっと伸びてしまってすいません。じゃあ、授業はここまでにしようと思います。残ってる未公定理の内容は来週改めて行うので、来週はこの未公定理のところから続き行うというふうに思ってください。よろしくお願いします。じゃあですね、初めに言いました通り、残りの時間にコメントを書いて送ってほしいんですね。で、コメントについては、なんだっけ、Google Classroom にも、リンクあるんですけども、一応今から、なんだっけ、チャットの方にも貼ります。貼りました。リンクを貼りましたので、まあ、こちらから、今日のコメント、まあ、感想でも、質問でも、要望でも、何でもいいので送ってください。必ず送るように書いてありますけども、これは書いても0点、書かなくても0点なんですけども、できるだけ書いて送ってください。で、これ一応ですね、11時までっていうふうな締め切りがあるので、まあ、今日、この退出してすぐ、タイミングで送ってください。今もまだ35分ぐらいまでいますので、コメントスクリーンで、32分ぐらいまでいますので、コメントスクリーンで質問を送ってもらっても構いません。じゃあ今日の授業はこれで終わりにします。ありがとうございました。